カチカチ山。昔々のお話です。ある日おじいさんは悪いタヌキを捕まえました。いつも畑をめちゃめちゃにしよって。タヌキはしくしく泣き出します。もうしないよ。それなら今回は許してあげよう。おじいさんは縄をほどいてやりました。すると、へっへー、嘘泣きだよ。タヌキはぴょんと飛び上がり、あっかんべえをして逃げていきました。タヌキのいたずらは日に日にひどくなりました。おじいさんが困っていると、ウサギがやってきました。ちょいと懲らしめてくるわ。ウサギは焚き木を背負い、峠でタヌキを待ち伏せしました。おや、ウサギどん、ずいぶんたくさんの焚き木だな。欲しいならあなたに半分あげるわ。タヌキは喜んで焚き木を背負いました。ウサギはタヌキの後ろで火打ち石を打ちます。カチカチカチ。さっきからカチカチ言うのは何の音だい？カチカチ山のカチカチ鳥が鳴いているのよ。タヌキの焚き木に火がつきました。ぼーぼーぼー。さっきからぼうぼう言うのは何の音だい？ぼうぼう山のぼうぼう鳥が鳴いているのよ。あちちちちちちち。タヌキはやけどを負いました。まあ大変。ウサギは知らないふりで言いました。私薬を持っているわ。それはいい、背中に塗っておくれ。ウサギは唐辛子入りの味噌を塗りました。ヒリヒリするよ。良い薬はしみるものよ。ウサギはしれっと答えました。それから3日後。なんだか最近ついていないな。首をかしげるタヌキにウサギは言います。それなら船遊びをしましょう。楽しい気分になるわよ。軽くて弱い木の船と重くて強い泥船、どっちがいい？ウサギが聞くと、タヌキは堂々と答えます。もちろん泥船さ。2匹は池に漕ぎ出しました。ウサギの船はスイスイ進み、タヌキの船はズンズン沈んでいきます。とうとうウサギが言いました。二度と悪さをしないなら助けてあげるわ。まいったまいった、必ず誓うよ。それ以来タヌキは心を入れ替え、すっかり悪さをしなくなりました。